大丈夫。あ、じゃあ敵だね。あ、離婚しました。なんでこんなになんか話題になってるのかわけわからんわ。そんな、え、もうなんだっけ、初出し2018年の12月とかじゃない。18年、初めてなんか前の、本当に前のホロサバに初めて、うん、あの観光に行くみたいな時に、私はレジスタンスって、うん、赤先輩、赤ちゃんが言ったから、あ、レジスタンスってことは敵だねって、敵、じゃあ敵だねって言ったらめっちゃ場が凍ったっていうやつね。すごい。赤先輩が震え上がっていた。うん、やっぱレジスタンスといえばみたいなイメージで言っただけなんだけど、ビビられてしまった。